東武バス東武バスセントラル吉川営業所、吉川営業所所属車両東武バスセントラル吉川営業所は埼玉県吉川市栄町にある東武バスセントラルの営業所。最寄り駅は吉川駅、最寄りバス停留所は吉川車庫である。組織上、総会営業事務所の参加となっている。所属車両のナンバーはカスカベナンバーである。七零八及び 基地中は2020年12月26日で廃止となった。下記の流れ山市内を運行する路線は、いずれもかつては東部バスイーストにしかしは営業事務所管轄路線であったが、2011年10月1日より、東営業所との共同運行となり、2012年7月1日からは、東営業所単独運行となった。そのため2012年当時は、 東武バスセントラルでは、松戸市内で路線を持つヤシオ営業所、ミサト営業所とともに、千葉県内で運行路線を持つことになっていた。なお、2021年10月1日からは、東武バスイーストがセントラルに統合されるため、千葉県内で運行するのは、東営業所、ヤシオ営業所、西柏営業事務所、湘南営業所の4つとなる。また、南流例に系統は、 早朝の南流山駅業と南流山駅発の最終便は、三輪の茂とも神社前発着となる。大型のノンステップと中型車が配置されている。事業所一覧、東武バスオンライン。web.archive.org2020 年6月11日、閲覧。東武交通広告のご案内、お知らせ、東武バス。 http://www.tobu-bus.com コロンススララッッシシュュスラッシュ pc スラッシュイメージズスラッシュデータスラッシュ201109221770701と PDF2011 年10月6日閲覧。運行営業所変更のお知らせ。 東武バスセントラル吉川遠慮所、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュイメージズスラッシュデータスラッシュ 2012062212851.pdf2012 年7月10日閲覧ありがとうございます。